南チロル人民党はイタリアの政党で北イタリア北東部のトレンティーノアールトアディジェ州を地盤とする地域政党。1989年からボルツァーノ自治県知事を務めるレイス・ドゥルンバルダー1945年の第二次世界大戦終結に際し、南チロルのドイツ語話者及びラディン語話者を代表する政党として、 ナチズムやファシズムに抵抗した人々を中核に結成。当世はかつてはイタリアからの分離を求める住民投票の実施だったが、1970年代以降はドイツ語及びラディン語とイタリア語の二言語併用を南チロルにおいて推進するなどの自治権の拡大である。党内には南チロルのカトリックの伝統を基盤とするキリスト教民主主義の潮流だけでなく、 社会民主主義の潮流も含むなど、地域政党ながらも、包括的な政党の予想を呈しており、ボルツァーノ自治県内においては、圧倒的な統制をもって、南チロル住民の一丸となった意志を代表していた。また、その厚い支持をもとに、ローマのイタリア議会にも進出している。1957年から1991年までは、ジルビウスマニャーゴが、党首で、以後は、 ボルツァーの知事を引き継いだルイス・ドゥルンバルダーが非公式だが党の最高実力者である。またドゥルンバルダーは2004年以来県知事に留任したままトレンティーノ・アルト・アディジェ州知事も兼任している。連携する政党はタンジェントポリ以前はキリスト教民主主義及びイタリア社会党が中心だったが1990年代に入ってからはイタリア共産党の流れを引く。 社会民主主義の左翼民主主義者及びこの党が拡大した民主党などの中道左派から支援を受けて地元の政権を維持してきた。一方、2006年イタリア総選挙においては中道左派政党連合のルニオーネに加わったものの2008年の総選挙では左右両派とも選挙協力せず独自に臨んで議席を獲得した。その後はイタリア議会において 中道右派の自由の人民や北部同盟と足並みを揃える傾向も見られた。しかし2010年にイタリアのための未来と自由が自由の人民から分裂して結成された後にはこれに同調しシルビオ・ベルルスコーニ首相を批判する動きも見せた。党内には中小企業を代表する経済、労働組合を代表する非雇用者などのグループがある。 経済グループにはさらに農民を代表する農業が含まれる。一般には経済グループは党内の中道派的な傾向を、非雇用者グループは党内の中道派、社会民主主義的な傾向をそれぞれ代表すると考えられている。南チロルの歴史、パーティーズエレクションスインヨーロッパ、ザデータベースアバウト About Parliamentary Elections。 アンドポリティカルパーティーズイニヨーロッパバイボルフラムノードシエック南チロルの歴史アーカイブされたコピー2011年5月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年10月17日閲覧 h t t p a r c e h i p i o s t o r i c o c o l i e l i n t 2 0 1 0 d i c o b r 2 1 8 e r r e t r a t i 7 1 2 5 m l にポーラッツか。 ビリングエ CO91 億121万 8009SHTML ハット HTTP コロンスラッシュスラッシュ a r c h i v i o s t o r i c o c o r i e l e i t スラッシュ2011スラッシュ g n n a i o スラッシュ28スラッシュ TENSIONE スルパッドポンジ SVPCO8 1億1012万 8018SHTML ハット HTTP コロンスラッシュ スラッシュスラッシュ SENSENCI02.EXBLOG.JP スラッシュ16479018スラッシュありがとうございます。